以下の優勢の気持ち的なあの終わり方、私は、大変悲しく受け止めておりました。今も悲しい思いです。しかし私は美香が私や妻の知らないところでどん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 大きくなっていっていたのに驚きました。皆様からのいろいろな情報を今回いただき、新聞にテレビに映る美香のあの時この時の活躍ぶりを本当に驚嘆の思いで妻と見て、あるいは読んで踊りました。皆さんに育てられたジャーナリストの道へ、見事に、半ばでありますけれどもよくやってくれたと思っております。一番の問題がたくさんありすぎて、一番という一番がありません。すべてが最高でした。今、明日取材に行くのか、そういうふうに言われると、まだ、まだ完全に整理ができているわけではありません。もうちょっと時間がかかないと。